新さだからってわーって騒がれてるじゃないですか、私は、あのー、そう、<noise> 先にやっておいてますねだって所得控除できるじゃないですか、はい、もうそれだけでもうプラスになるというか、お酒のタイミングで、新 ESA 突っ込んで、そういった人たちの含み損が出る可能性はああ大企業はあの、相当儲かっているにもかかわらず、はい、賃上げ率が非常に低いと。去年 30年分の賃上げが実現したわけです,すい,いきなりですね物価高で労働者の生活保障的なところもあったとなんですけども業績がそんなに劇的に上がってないにもかかわらずあれだけ賃上げ率がドカーンと上がるってことはこれまで何しててたのっいう、うん、一方であのやっぱり労働市場を見るとかなり人手不足マクロ的に見るともう人材争奪戦でもう賃上げがすごいです。で中小企業は おそらく本当はそんなに賃上げはしたくないんだけども、はい、今賃上げしないとなかなかその人材が確保できないと中小企業の人手不足倒産みたいなの結構増えていんじゃないかな、ね、不<ー>動産管理してももう本当になんか十五年前の倍ぐらいになっちゃ思いましてちちっで,、ね、でも買いですからどっちかっといたら買いですかえっと。 えー、こんにちは。あつまれ経済の森の時間です。えっ、ー、と、本日のゲストはですね、えー、第一生命経済研究所の、えー、首席エコノミスト、えー、長浜敏弘さんにお越しいただきました。はい、よろしくお願いします。ますえー、今日は、えー、リハ。 2024年1回目の収録ということなので、えー、ぜひ2024年のです、ね、日本経済とか世界経済あるいは金融市場とか、えー、いろんなことをこう展望していきたいということで、はいえー、どういったゲストが一番いいのかなというのをあのいろいろ検討した結果何、はい、でもズバッと素敵に語れる永にぜひお越しいただきたいということでお忙しい中かなりあの無理を言って。 スケジュール調整させていただきましていますいつものようにあまり事前に台本とかこの番組って作らないタイプなんですよ、すごくざっくりとしたトピックだけ仮に上げさせていただいているんですけどまあ今年いろんなテーマ、きっとありますよね。ありますなので、本当に長濱さんが特に大事だと思っているところとか、場合によっては雑談したりとか、脱線したりとか、逆に質問していただいたりとか結構なんで、自由に進めていければと思いますよろししくお願います。 でじゃあまず何からいきましょうかというところなんですけど、はいまあ、2024年のまず日本経済ですかね、はい、えと2023年は振り返ると、はい、まあ前半は結構しっかりしてたかなとここにややちょっと減速感出てきたかなという印象ですけど、はいまあ、そうですね、うん、2023年の全体の振り返りざっくり振り返った上で今年はどう変化していくのかまず全体像を伺まますか、はいまあ、まだ GDP の,の年末までのデータ出てないんですけど、はい、まあ多分今の感じでいくと。 まあ去年が1%台半ばぐらいの成長になると思うんですね。うん、でまあただあの特に今後藤さんからお話しあったように、はい、特にまあ成長のメインは前半にしてしまって、うん、まあ後半はね特にやっぱり物価高で、はい、あの消費で結構節約志向が出ちゃって<ー>ちょっと難聴だったんですけどもそれでまあ1%半ばぐらいと、はい、で多分一番のエンジンは何だったかっていうと、うん、コロナからのリオープンで。はい まあ、インバウンドもそうなんですけど、はい、まあ個人消費もですね、はい、特にサービス消費の部分が、はい、まあかなりあの戻ったというところが大きかったんですね。うん、で、まあ、それを踏まえるとじゃあ今年はどうかというと、はい、やっぱり成長率は減速するんじゃないかと、うん、まあ具体的に言うと0%で半ばぐらいあ後半ぐらいですかね0%で後半、うんはい、で最大の理由はまさに今申し上げたそのいわゆるコロナからのリオープンの、はい、いわゆるその落ち込んだところの回復の伸びしろをですね まあ去年中にほぼ使い切ってしまっているのでなるほど、反動みたいなものですね。ある意味巡航速度に戻る。うん、で、ただゼロパーセントや後半と言っても、日本経済の実力からしたらそんなに弱くなくて、うん、あの実際その潜在成長率で見ると、日本ってば0やっゼロパーセント半ばぐらいなんで、はい、あのまあ幻想がするんだけども、まあ底堅いというのがまああの大まかな見通し、うん。まあ<と>そういう意味だと、2023年は日本経済の実力対でだいぶいい。はい 経済活動だったとというこなわけですかね回復の勢いという意味ね。はね、逆に言うと、まだ供給力に対して需要が足りなかったんで、戻る余地があったんですけれども、ただ、ここについては、もうご案内のり、まり、GDP ギャップも結構ね、マイナス幅が縮小して、プラスになりそうなので、そうなると、やっぱりそういった意味でも、伸びしろは結構少なくなっているので、原則、なるほどなるほど。 ニュースとか報道だったり、はい、世の中の声みたいなものをこう印象で捉えると、はい、やっぱ物価高がひどくて、はい、でそれでこうなかなか生活が苦しいとかですね、はい、ややこう、うん、暗いトーンの声が多かった印象があるんですが、はい、それでもまあ経済成長率で見ると割としっかりしてる、はいるこの辺のギャップってどう理解してもいい、ねはい、まさにですね、はい、私は今、実はレポートを作成中なんですが、ねね、<laughs> 去年の,あの日本経済というのは、はい あのこれほど部門によってえそのまあ回復の返りが出たことってあまりなくて具体的に言うと国内の経済主体っていうのは家計と企業と政府3つ,、うん、3つ分かりますよね,つですねそこに海外が入ってってことなんですけども、はい、国内で言うとですねまあ特に去年に関しては、はい、あの政府と企業がかなり所得を得た一方で家計はかなりそのしあわせを食ってしまったというとことなんですね。 えまあ物価高とか、まあ、あの円安の影響もあると思うんですけども、はい、え例えばまあ企業で言えばで結局、海外でグローバルであの稼いでいる企業が特に大企業が多いので円安ってやっぱりそこは結構、恩恵を受ける部分もあるわけです<え>まあ中小企業なんかね円安だと結構厳しい部分もあるんですけども、はい、ただやっぱり経済成長のかなりを担っているのが大企業なのであ<ー>まあそこについてはまあ結構、円安を恩恵を受けましたと。うん で政府部門もまあ実際ね税収がものすごい上振れしていることかも分かる通り、はい、あの物価が上がるとですねまあその分ね消費税収だけで考えてもあの増えるじゃないですか、はい、法人税も結構増えてる、ね、そうですね、うん、法人税も増えるますよね、うん、なので、えー、政府もかなり儲かりましたと、はいえー、なんだけども家計についてはあの短期的に言えばやっぱり円安になると、はい、その分ね輸入品の値段が上がっちゃったりとか、うん、で企業もねちゃんとその 物価が上がった分値上げをした分賃金の引き上げの方にですね同じぐらいですねあの配分してくれればいいんですけれども少なくとも足元の状況だとまあ特に大企業はあの相当儲かっているにもかかわらずまだ賃上げ率が非常に低いとだからね、それ象徴的なところがね例えばあの去年30年の賃上げが実現したわけですよね。でで賃上げ率って本当にまあ2台 え前半とか半ばとかそれぐらいずっと来たわけですよ、アベノミクス以前はもっと下だったんですけども、はい、それがですね、まあ、いきなりですね、えー、なんか物価高で、えー、いわゆる労働者の生活保障的なところもあったと思うんですけども、はい、業績がそんなに激的に上がってないにもかかわらず、はい、あれだけ賃上げ率がドカーンと上がるということは、はい、それまで何してたのっていうところですね。ね、うんうん。これってやっぱりマクロ的に見ても、あの欧米に比べて日本の労働分配率って構造的に低いですし、はい、ってことからすると、ま,あ、まだ、 あの企業は本来は賃上げ圧力ある、あ賃上げの余力あるんだけども。あ,<ー>あのだから、今の状況だと、これまでの状況、去年なんかだと。あの賃上げよりも値上げの方に積極的だった。はい、だ企業は儲かったんだけど、うん、かけ苦しかったと。うん、いうのが、まあ、去年の状況。なるほど。はい。それ企業はまだ賃上げの余力があるっていうことは。はいはい、来年も大きな賃上げ、はい、あるいは、はい。 持っているとその来年来年とか2024年も大きな賃上げがあって、はいはい、25年、26年というのも、はい、割とこと構造的に続いていく可能性が高いんですかあの少なくとも今申し上げたその、えー、30年ぶりの賃上げの前の状況に比べれば、はい、構造的に変わったんじゃないかなと思っていてですねそもそもなんでそれ以前って賃上げがそこまで進まなかったかというと、うんまあ、そもそもそれ以前って企業がいわゆる 価格転嫁もなかなか値上げもやりにくい状況だったわけですね。これが、まあ、あの結果は良くない、まあ、理由は良くないんですけどもそのロシアのウクライナ侵攻というのが起こって、はいまあ、世界的なその40年ぶりの、まあ、インフレが起きちゃったことによって、はいまあ、それまではねなんとかその値上げをしないで、えー、人件費を抑制することで耐えられてきたのが、はい、もうどうにもこうにも値上げをせざるを得ないな状況になってこれが、まあ、意味でも悪い意味でも ずっとこの90年代後半以降デフレで続いて私はねよくそのこれ企業の価格転換メカニズムって言うんですけどこれがずっと20年ぐらい破壊されてきたのがそういった世界的な40年ぶりのインフレで多分復活し始めたとでまだあの値上げに対して賃上げは値上げ法じゃないんですけども一方であのやっぱり労働市場を見るとかなり人手不足といになってきているので。 それを考えると、そうですねやっぱり賃上げ率は私は構造的に去年からあの上がったというふうに見ていいんじゃないかなこれは中小企業も含めてですかそうですね、あのもちろんあの大企業よりは上がらないんですけど、はい、ただ例えば去年の賃上げ率を見ても、はいえー、大企業が3.6だったかな、はい、中小企業も3%前半ぐらい上がってるんです、ねうん、それもすごい久々の伸びですよね。うん、ってことからするとあの、中小企業も変わったと思うんですが、ただ、 多分大企業と中小企業ではあのなんていうの賃上げの背景が違っていて多分、大企業については本来はもっと賃上げできたんだけども、はい、あのそれを抑えてた分を、まあ、やりましたっていうだけだと思うんですけど、はい、中小企業はおそらく本当はそんなに賃上げはしたくないんだけども、はいえー、今、賃上げしないとなかなかその人材が確保できないと、はい、まあそういう状況になっているのでしかたなくというかあ,のある程度、あのまあ 収益を圧迫してでも人材確保のためにまあ賃上げを余儀なくされていると、うん、いうことからするとおそらく今後は中小企業もそれなりに賃上げは進むんだけど一方で多分、中小企業の人手不足倒産みたいなのも結構増えていくんじゃないかなと<ー>、ね、多少でも給料を上げてもなかなか取れないっていう会社さんって割と多いですよね、はい、地方なんかでも割と逼迫してるってよく聞く聞んですけれども、はい、そうですね。で私もまあ仕事柄いろんな地方に行くんですけども。はい あのまあ一番やっぱりあのー、その最たるところで言うと、はい、熊本のね本あの企業庁の TSMC のあのー、工場のところで、うんえー、マクロ的に見てもですねあの熊本県の県内総生産で六兆ぐらい六兆円ぐらいなんですけどそこに TSMC の第一工場関連だけで一兆円投資が入るんですよ、ええ。そうなんですか。かこれ日本の GDP に換算するとすす、ね、日本の GDP ってまあもももう六百兆いくじゃないですか。はい、だから日本の GDP に今日本の設備投資って ええー、多分去年100兆ぐらい行ったと思うんですけど、そこに倍に設備投資が入るぐらい、ね、設備投資が2倍になるぐらいのインパクトが熊本に起こってるって、ね。起こっていてで実際にマクロ的に見るともう人材争奪戦でもう賃上げがすごいですと。うん、で地元行くともうかあの熊本だけじゃなくて鹿児島にも発起していると。そういう状況なんですね。<ー>はい、TSMC すごいでもあの給料いいって言いますよ、ね。あそうです。うん、あの金まあ熊本県の平均賃金より4割ぐらい。 でもこれ私にびっくりしたのが実は私あの来週台湾出張が入っていて台湾のなんか経済メディアのなんかシンポジウムでしゃべることになってるんですけど一応日本人では私と甘利さんがしゃべるってことになってるんですけどすすごい、はいはいはい、私は日本経済の,なんかこのなんか変化の兆しみたいな話をして甘利、はい、さんはなんか経済安全保障を話すみたいなんですけどでそれでいろいろ台湾の地元の方と打ち合わせをする中で結構聞いてびっくりしたのが。 まあ日本では TSMC の熊本工場の賃金が高いと言われているんですけの台湾の方からすると TSMC 熊本工場の賃金が安くてびっくりした、うん、TSMC 本土の方が全然高いとあ<ー>、はい、いうことなんでその辺で言うとそれ円安も関係しているところの台湾からすると、はい、あの安い。 あの,あのお金で労働力を変えるっていうこと、円安だとなりますからねねであとね私,私、一番びっくりしたのが、ちょっと現地行って、現地の人に聞いたんですけど、はい、その後のね、いろいろ調べても、あのデータが出てこないんで、ガセかもしれないんですけど、はい、私が聞いたのが、TSMC の,の工場の食堂のパートの時給が3000って聞いたんですよ。はあ ええと思ってええという声が出てますけど普通に計算したら1日例えば8時間労働して週休2日で働いたら月収50万以上いくじゃんみたいな、うん、食堂で,、うん、で一応調べたんですけどあのガセかもう募集が終わってるからかなかったんですけどただ、はい、あの本当にね普通に、まあ、食堂のパートではないんですけど、うん、普通にこう派遣社員みたいなので時給3000円とかの募集は結構あって、うん、ってことを考えると、はい、私はこれから結構あの半導体技術者って。 相当美味しいんじゃないかな。あ<ー>食いっぱぐれないんじゃないかなっていう。でも、そそれで言うと、その熊本の T. S. M. C. も、もう場合によっては、まだまだ全然賃上げできる余力もあるってことですよね。だと思いますね。ねってなると、はい、その熊本の周辺にいたいろんな方々も、例えば、ちょっと、はい、いや、その慣れない仕事は。転職はちょっとって躊躇してても、はい、それだけ賃金差があると、行く人もやっぱ出てきますよね。はい、あのけ。 こういういみたいで,すよで、すよで実際にあの現地行ったら分かるんですけどまあ、もしかしたらこの中のご存じの方いらっしゃるかもしれませんけど何もないところにドカーンってできたんじゃないんですよ、もともとシリコンアイランドとか行ってもうそれこそソニーとか東京エレクトロンとかあとはホンダとかかな、うんまあ、いろんな企業が集積しているところに TSMG がドカーンってできてるんでだから、そういうこうね転職しやすいような技術者の方って周りにいっぱいいるんで、うん、だからそういうのも多分ん拍車がかかって。 とといいうことだと思いますね結構、はい、でもそれって先ほどおっしゃってたその人手不足倒産的なことを起こりかねないですよねこ、はい、っそり t SMC が取っちゃうとそうですだから結局現地行くとマクロ的にはすごいんだけども現地の地場の経営者の方が聞くともう悲鳴ですよ<ー>でこれって熊本だけじゃなくて例えば同じような話を聞いたのが、はい、あの岩手県の北上に去年秋に出張行った時に、うんえー、あそこは記憶者の新しい工場ができて。うん と、えー、いうことなんですけどで実際にあの現地の方に聞いたらもう今はもう人が取れないとな、うんで,でかというとあの要は記憶者のお工場がですね地元の工業高校生全部採用しちゃうと持っていっちゃうと <laughs> すごいですね、うん。で、も普通になんか、ね、工場の中でなんか、ね、パソコンこう、ね、その社長言うにはです、ね、パソコンちょろちょろいじってるだけで月収30万ぐらい稼げるみたいなあ<ー>本当そんなもう人取れないよなんて言ってましたけど。 結構そういういのがもうこれで岸田政権のいわゆる政策の一つで、はい、要は、ね、そのいわゆる戦略物資的なものを、うん、経済安全保障も含めてあの海外企業の国内誘致とか、はい、生産拠点の国内回帰とか支援し始めてるじゃないですか、はい、まあそういうのでいろいろ地方をこう活性化していこうとしているので、うん、まあ多分、こういう動きってこれから結構増えていくんじゃないかなとなるほどですね。ね、はい これあのそもそもなんですけど、なんで人手不足なのかというところも伺いたいんですけど、ど、はいまあ、はい、そういうもちろん熊本とか個別の要因もあると思うんですけど、はい、日本全体で人手不足じゃないですか、はい、あの過去の20年、30年でいうと、はい、弱い何が起こってるんですかあ、えーとですね、これはあの需要側と供給が両方あってです、ねえーと、まずはあの15歳以上人口を時系列で見ると、ずっと数年前まで横ばいだったんですけど、やっぱり最近減ってきてるんですよね、15歳以上人口が、うん、それ以上にやっっぱり大きかったのが。 あのやっぱアベノミクスで、はい、アベノミクス以前って結構余剰労働力が女性とかシニアの方々で余ってたんですけど<ー>アベノミクス以降あの特に女性とかあのシニアの方々が労働市場に参入するようになってきたことによって数字だけ見たらあの、まあ、500万人ぐらい働く人がアベノミクスで増えてるんですね。その間にあの、まあ、かなり余剰労働力を、えー、こう供給しきっている中で 15歳、実0が減ってきちゃってるんで、うん、ものすごいい逼迫しててるっていうあ、つまり過去10年ぐらいは女性や高齢者が参入してきたので、はいはい、労働力は供給できたわけだけども、はいはい、割といっぱいになってきたってことですね要するにす女性の労働参加率かなり上がったじゃないですか,はい、はい、かここからさらに女性とか高齢者が増えるっていうことは私はあのなんだろう100%供給しきっているとは思ってないんですけども。はい っていうのはまあもう一つの理由があってそれは何かというとあの働き方改革ですね、うんはい、これは私は解約だと思ってるんですけど<約>まあこれであのまあ本来もっと働きたい人がですね働けなく,なくなってしまって、うん、でまあ多分その最たる影響っていうのが私は今年結構出ると思うんですけどもやっぱり2024年問題でえドライバーとかあの建設現場とかでえ人手が足りなくて結構物流が。 混乱したりとか、はい、まあそこはちょっと今年の日本経済の、まあ、リスクの一つかなというふうに考えてるんでだからそういった意味からすると、まあ、そこの部分を、えー、いわゆるう労働時間規制を緩和したりとかあ,あとはあの細かい話をすると例えばあの今日本全体であの、まあ、労働者6000万人いるんですけど、はい、そのうち実は、まあ、まだ余剰労働力がありそうな人たちって考えればやっぱり非正規労働者だと思うんですけど<っ>今非正規労働者って2000万人以上いるんです。 うんはい、でこの中で、えー、実はあのーまあ、非正規労働者というとなんかみんな本当は正社員なのに,になりたいのになれないみたいなイメージがあると思うんですけど、うん、実はあの本当は正社員になりたいんだけど仕方なく非正規で働いてる人って、えー、2000万人のうち10分の1ぐらいいしかなでもそれでも日本の失業者って今180万人いないんで失業者も多いんですけどでその中で、えー、一番のボリュームゾーンってどういった人たちかというと。はい 60代の男性なんですよはははつまりこれ何を意味するかっていうと要はあのまだ60代になっても今ねあのみんな健康じゃないですか若いじゃないですかまだバリバリ働けるのに、うん、なんか会社のなんか定年の制度によって強制的に定年になっちゃって、うん、でなんか再雇用で非正規で働いてると<ー>で,でもそういうので結構本当はもっとバリバリ正社員で働きたいのに<ー>みたいな養生労働力は養生労働力あると思います。 えー、じゃあその非正規労働者の中で、えー、じゃあこのでだから非正規で働いてる人が多い,、うん、多いわけじゃないですかどういう人が一番多いかっていうとそれが一番多くてその次はなんか家計の足しにしたい女性、うんえー、次に多いのが、えー、育児とか介護と両立したい女性、はい、それが多くて、うん、でここでやっぱり問題になっているのがよく言われてるあのね年収の壁問題ですね。はい,はい、はい で特に今あのなんすかあの、最低賃金がどんどん,どんどん上がっている中で、はい、時給も上がっているじゃないですか、うん、でそういう中で、えー、そうですあの年収の壁をに上回るようにするためには、やっぱり労働時間を抑制しなきゃいけないじゃないですか、うん、だかそういったところも影響が出ていて、はいはい、だ一応、ね、政府はそこは、ね、あの補填することで、次元組織的にはやってるんですけど、うんまあ、それのようなところでいうと、まあ、実はまだあの労働供給力はカツカツまでではいってないんですが、うん ただまあ制度上、そういったもうちょっと供給できるのにできないという部分があるのでそこはなんとかしていかないといけないしあともう1つは多分まあ雇用のミスマッチ的なところですかねだ例えばさっきの半導体に言っても半導体技術者というかそういうのって誰でもできるわけじゃないわけじゃないですかただそこについては例えば熊本なんかだとご存じの方もいると思うんですけどあの今年の4月から熊本大学で新しく半導体学科ができるとかね。 あとはもうすでにやってますけど九州中の高専で半導体供給の拡充するとか<ー>もう一緒にやってるんですけどだからそういう面はちょっと時間かかるかもしれませんけどああ、はい、あののままあ、教育面とうんでですかねあ<ー>まあそこのところで長い目でいうと雇用のミスマッチをこう解消するいい、はい、取り組みということですよねさっきおっしゃってた働き方改革は改悪だっておっしゃってたところ、はいはい、もうちょっとあの聞きたい気になるところなんですけども。あ まあ実は私も結構影響を受けてるんですけど、はい、あの私もなああうなんですかもっと働きたいですか。そうなんですね、あのもっと働きたいっていうか、<laughs> いや働いてるんですけど、はいあの、これ言っていいのかなあのえっ、ー、とだからもう会社のパソコンでもう、はい、あのなんだ立ち上げとシャットダウンの時間が記録されるわけですね。ああ、何時間残業してるかがバレるってやつですね。はい。だからもうあれなんですけどもうあの土日は使えないわけですね。はい。でも自分のパソコン使ってやるしかないんですけど。 でそ例えばその私も半分なんですかね独立している中で半分なんか社あの会社員なんでいろいろんだろう深夜残業をつけなきゃいけないとか、はいでまあ、そこで結構あれだなと思うんですけどただそもそもなんかそのね働き方改革のきっかけになったのってまあねあの電通の問題の事件だと思うんですけども。はい ただ、私はあれ思うんですけどその労働時間が長かったからああいうことになったんじゃなくて問題なのはパワハラが問題だと思うんでなんであれによって一律で労働時間を規制しちゃってるのかなとこれで相当日本経済の供給力が毀損されてるなっていうことを思うと本来、今岸田政権はなんかねあの定額減税ね多分これも若干は今年の日本経済の押し上げ圧力になると思うんですけど私は定額減税やるぐらいだったらですね あの働き方改革の労働時間規制の柔軟化、こっちだった方が GDP の抑え効果は全然高いと思うんですけどあまあ実現可能性は多分低いでしょう、ね、まあ実際、この10年余りで働き方改革があちこちですんで残業時間は本当に減ったと思うんですよね、はい、それでまああの仕事が楽になったとか、はい、生活が充実したって喜んでる人も多分たくさんいると思うんですけどおっしゃるとあのもっと働きたいっていう人はいますよね。そうなんです この中どうですか、もっと働かせてくれみたいない全然ないですねあんまり被がなくて私、結構、地方とか言って経営者の方と話すとその不満の方がほとんど残業代くれと残業じゃなくてもっと労働時間だから結局経営者側からするともっと長く働かせたいのにあとは働いてる人でもやっぱりある程度残業で稼いでた人もいるわけで。 まあそこの部分がまあ稼げなくなくっちゃいやだから何だろうなあの、まあ、全般的にこう減らすのはいいんだけども、はい、多分ねあんまりその、ね、ブラックに近いのは経営やってたら多分ねあの今人材不足でなかなか、ね、人手の確保も難しいと思うんですけどす、ね、ただまあ好きで働きたい人はもうちょっと。 柔軟化してもいいかもしれないですよね、おっしゃるり、あり、十数年前はそうは言っても、なかなか転職なんてできないよっていう感じですごい残業が多かったり、パワハラだったりして、も耐え忍ばなきゃいけないみたいなムードって、今より強かったと思うんですけど、今はそれこそ本当にサービス残業とか、パワハラやってたらすぐ従業員いなくなっちゃいますから、そういう意味で、自情作用が勝手に働きやすくなってるところありますよね。おっっしゃる通りだねでもそのの辺てあ えー、べき論ではなくて実際にそういうふうに改正できるかどうかっていうハードルはどうなんですかいや高いんじゃないですかねか世論的にはなんかもっと残業できるようになるっていっ、うん、えー、みたいな声多そうな気もするんですけどまあ、まあ、まあそうですね <laughs>、はい、多分多分、はい、あの現実問題ハードルは高いんじゃないかな、うん、あとは例えば、まあ、これも多分ハードルは高いんですけどこれってまあ実はあの世界標準の経済学では、はい、あの結構当たり前のように言われてるんですけど え実は一国の,そのマクロ賃金を上げるために効果的な政策って何があるかというと、はい、公務員の給料を上げることがい番知んと言っているというこあの経済学的には常識なんですけど、はい、ただ、多分それって政治家の先生に行くとあの政治的には絶対できないって <laughs> 言ってたんですけどそう、ね、そういう何ですかねあの理屈上は理にかなっているんだけどな、はい、なかなか現実問題じゃあ人手不足はまあ構造的だと。はいはいで ってなるととちょっと元の話に戻りますけど、はい、賃上げっていうのはやっぱり2025年26 20年と、はいえー、続いていく可能性が高いとということですかねあ、はい、あの、はい、まあ3%以上の賃上げは続いていく可能性が高いんじゃないかなと、はい、ただねあの3%で十分かっていうとそうじゃないんですかね<は>あの一般的に言われてる春闘賃上げ率ってこうやってあのいわゆる低 ベースアップ分分と定期昇給分が重ななっっちゃゃてるわけじゃないですかでも名目賃金ってマクロ賃金ってその定期昇給分って入んないんでベースアップ分なんで大体、はい、いい定期昇給分って、まあ、1%台後半というふうに言われているので、はい、例えばじゃあインフィレ目標2%達成しました、はい、そういう中で実質賃金プラスにするためには、はい、ベースアップが2%以,下以上いかなきゃいけないのでとなると、まあ、マクロ全体で春闘賃上げ率が、まあ、中小も含めて4%上回ってこないと。はい なななかかか厳しいのと考えると今年の春闘については多分大企業は4%は超えると思うんですけど中小企業は4%超えるかって多分難しいんじゃないかなという物価と賃金両方上がるかっていうのはもうここ10年ずっと言われてきたことだと思いますけどこの12年は物価の方がすごく上がって賃金は上がったけど足りてなくてその分しんどいよってこれあいわゆる実質賃金マイナスってやつですよね。これが だいぶ近づくってことなんですかね、今年は。ということです、ね、あの物価については、例えばもうすでに出ているデータで言えば、はい、今日そうか、東京都区が出たのか、東京都区部が確か23年の消費者物価が前年比で3%だったんですけど、全国はもうちょっと上がると思って、3%前半ぐらいだと思うんですけど、2024年については、まあ、私の見立てだと2%で半ばぐらい。 じゃあ物価がちちょっと伸びは落ち着いてくるわけですね賃金が上がるより伸びるということですか、うんはい、ただ、あじゃあ本当の意味で実質賃金プラスになるかというと、はい、私は、えー、年内、結構微妙かなと思いますね<ー>、えー、うまくいったらもしかしたらあ年末ぐらいに逆転する可能性もあるんですけど、はい、あただ、さっきも言ったとおりその、ね、中小企業も含めて、えーまあ、賃上げ率が4倍いくかというと、はい、そこは結構微妙なんで。うんうんうん 実質値にプラスになるには多分、インフレが2%切ってこなきゃいけないと思うんで、はい、でこのミストの見立てだとインフレが2%切るのってまあ25年以降なんで今のコンセンサスだと、うん、となるとまあ今年は結構微妙かなとただ、あ<ー>今年はあのー、特殊要因があって何があるかというと、はいえー、定額減税がありますね、そこも含めると、まあ、これも政府も言ってますけど可処、はいあのー、分所得ベースでは、はい。 あの物価上昇を上回る伸びが期待できる,るそれはもうまさに低低額、はい、現在のお化粧で持っているような感じです、ね。そ,ですそですので今年だけを考えれば、まあそうですね。まあ実際よ,よりも収入のそのギャップは、えー、縮まってくるので、はい、国民の不満は2023年よりか収まりやすいということですか。はい、うんまあまあまあうんそうですね。まあただまだ物価上があるんで、うん、まあそうですね。あとは細かい話をすると、えっ、ー、と年金の 受給者については、はい、実はあのー、今年の年金というのは前の年の物価上昇を反映して決まるので去年の物価高かったので、うん、今年の年金って結構増えるんですね。となると、まあ、今年だけを考えればあそうです、ね、年金受給者も、はい、あの少しやっぱ去年に比べれば。 若干マシにななるかこれそういう意味では、また長い目の話をすると、はいはい、過去数十年ってこう、物価も上がらない、賃金も上がらないって、すくんだ状態だったと思うんですが、はいはい、ここ一2は物価がすごく上がって、まだ賃金がついてきてないっていう、はい、これが、まあ、両方うまく同じぐらい上がっていくと、はいはい、いい好循環だみたいなことは、岸田政権も日銀も言ってるわけですよね、これのシナリオの角度が高まってきてるといううことなんでしょうか去年、まあ、に比べれば、はい、あの高まっているとは思うんですけど、はい じゃあうまくいくかというと、えー、私は結構いくつかハードルがあると思っていて一つは何かというとですねあの今年金受給者の話はしたんですけど、はい、これってあくまで今年だけに関しては、えー、去年の物価上昇分が反映されるから、うん、あの年金は結構増えるということなんですけど、うん、ただあの長い目で考えると年金って、えー、多分ご存じの方も多いと思うんですけどもあのいわゆるマクロスライドって言って、はい あの物価上昇がある程度いくと物価上昇ほどあの名目の年金で上がらないんですねだから実質目減りするわけじゃないですかそういう方々の消費のウェイトっていうのを家計調査なんかで調べると実は日本の消費の3分の1ぐらいがそういった人たちなんですね、はい、要は物価が上がると割りを食っちゃう人たちが多いので。うん まあそういう中で、うん、あの本当に物価と賃金の好循環がいくのかなというのが一つ、うん、あともう一つは私、ねこれよくねあの物価と賃金の好循環っていうんですけど私、好循環もう一つ必要なところがあると思っていて物価、賃金、消費の好循環があると思っていてははは要は、いくら賃金が上がっても消費しなければ多分好循環が進まないと思っていて、うん、私、結構ここ懐疑的に見てるんです。あ<ー>だっっっててちょっとぐらいお給料が上がって えー、日本の消費者が財布の紐が緩むかというとそうです、ね、貯金好きそうですよね <laughs>、うん、であと、この話としてはちょっと元もともこもなくなっちゃうんですけど実は2009年に、えー、アメリカでこういった研究結果が出ていて各世代の価値観というのはその世代が社会に出るう年齢具体的に言うと18歳から24歳までの経済状況に一生左右されるという、うん、そういう研究結果が出ています。<一緒> <laughs> ことかの魂的なものがあるわけですね。となるとあのちょっとぐらい賃金が上がったところで多分、まあ、私それこそあの就職氷河期世代の走りなんですけどまだ50前半なんですけどねあのそこからずっと多分、まあ、就職氷河期というか、まあ、失われたロストジェネレーションというんですかね、はい、まあそういった世代の方々って、まあ、少しぐらい給料が増えたところで価値観変わるのかなっていう、うん、まあそういうのを考えると、まあ、実は私はあの物価 賃金と消費の好循環というところまで言わないと本当の意味での好循環にならない可能性があってで実はこれってね昔あの日銀でもこういう話があって後藤さんご存じだったんですけど日銀でダムロンって言ってたじゃないですかそうそうだいぶ時間がかかるわけですよね,出てくるねあれもやっぱり結局ダムロンというのは水がたまったらあの水がこうね出てくるでそれって時あの時は企業だったんですよね企業が結構儲けがどんどん,どん,どん増えてくればあ,のある程度ねえ積み上がったところで。 投資が出てくるみたいなでやっぱり相当やっぱ時間がかかってるんで、うん、まあそういうことを考えると、うん、あのやっぱり、まあ、これだけ、ね、やっぱり失われた30年といわれる、うん、まあ交渉っていうのは結構、はあ、あの乗り越えるのは深刻な、うんだろう深刻というかあの大変なんじゃないかなというふうに思いますね。 1>, 1月もあるかもっていう人も少しいますけど配信の時はもは1月過ぎちゃってるかもしれませんあ4月っていう見方も多いですよね、どの何月にマイナス金利解除かということはさておき、はい、まあこの2024年全体を見て、はいえー、日銀の政策どうなっていくかっていうのはどううでしょうか、はいあのまあ、年前半中にマイナス金利解除あるかなと、ただその後の、えー、追加利上げはないかなと。あははじゃあ、えーとね、金利が0%になってステイ。えー、0から 0. レレンンジジすするんんじゃななないかかとでだからあれじゃないですか、マイナス金利って2016年の1月から導入しましたけど、はい、その前って0から0.1のレンジでしたよねあ、だからそこに戻すっていう、はい、なるほあ多分そこについては、あの当時を振り返ると、ですねあのマイナス金利、なんであの時に導入したかっていうと、はい、まあ日銀は表向きはあの口が裂けても言ってないですけど、はい、あの時って、ものすごいその、えー、円高リスクが強まっていた時期だったんですね。うん なんですけども,もう量的緩和政策はあのマネタリーベース目標をもともと年間50兆のペースで増やすそれを80兆に増やしました、はいはい、でももうやり続けていてもうそれ以上その、えー、増加ペースを増やすことが物理的に難しくなってきたんで,、うんえー、でそういう中で、まあ、ヨーロッパがマイナス金利導入してたんで、えー、おそらく円高を阻止したくてマイナス金利を導入したと思うんですよ。はい で結局、あの時マイナス金利導入したからといって,言ってあの我々の生活に影響が大きい短期プライムレートが下がってないんですよね。うん、ってことからすると今考えると足元ではむしろ円安が行き過ぎちゃってるわけじゃないですか。うん、ってことから考えると、まあ、マイナス金利解除ぐらいはある意味そのだろう金融引き締めという意味じゃなくてちょっと行き過ぎた金融政策を正常化するみたいな。あ そういう意味で確かに振り返ってみると、はいはい、マイナス金利政策を導入しても企業とか個人の借り入れ金利が下がらないのであれば緩和効果はまあ実体経済には弱かったわけで、はい、言い換えるとこれをゼロに戻しても引き締め効果もほぼないという。 例えば、われわれ家計とかからすればですね、はいうん、ただ、もちろんいったに去年の年末ぐらいに年内マイナス金利解除の思惑が高まった時に、はい、結構、円高株安触れたじゃないですか。となるとやっぱりマーケット的にはマイナス金利解除すれば、はい、それなりに円高株安には触れると思うんですけども、はい、じゃあそこまでなんかタンプラが大きく上がってわれわれのすでに借りている住宅ローンの変動金利が上がるかというと、まあ、そこはまあかなり限定的と見ていいんじゃないかなと。 でさらに言うと、まあ、おそらく私は1月はないと思っていて、はい、でそれはなぜかというと、まあ、私は地震の前からないと思ったんですけど、あのやっぱり、まあ、上田総裁がよくおっしゃっているのが、やっぱり賃金を確認したいと、さすがに1月は分からないんじゃないかなと、うん、ただ逆に言うと、もう3月以降であれば、はい、ある程度は見えてくると思うんで、と、はい、なると、私はまあ3月か4月かなと、うん、ただまあ、じゃあその後に追加の利上げをするとなると、はい、おそらく私は、 まあ今年の年半ば以降ぐらいからもう欧米が利下げサイクルに入ると思うのでさすがに欧米が利下げサイクル入る中で日銀だけ追加利上げが難しいんじゃないかなっていう、はい、ことを思うんでだから逆にじゃあ追加の利上げっていつなのっていうと次の欧米がまた利上げサイクルに行くタイミングまで待たなきゃいけないんじゃないかなと個人的にも それだともうなかなか半永久的にプラスの利上げってなかなか起こらないんじゃ次の再開で賃上げがね結構好、ねはい、循環が恒常的に続けば、はい、私は可能性あるんじゃないかなと思うんですけど、はい、たださすがにこと、はい、今年,年内にまあ追加利上げがあるかというと、まあ、それは難しいのかなと分かんないですよ、あの上田さんが思った以上に高働ったりやる可能性は、はい、全くないわけではないと思いますけど、えー、まあただ、そうですね、まあ、メインシナリオーとしてはまあマイナス金利解除。 まあそれでゼロから0.1に戻せば状況はかなり変わってくる,でる、まあ、もし、今年来年どこかでプラスの利上げが仮にあったとしても極めて小幅だということですね。ってなると、まあ、さっきもおっしゃってましたけどその住宅ローンとか含めてわれわれの生活にはあまりこう日銀の金利変動というのはそんなに気にしなくていいということなんでしょうかまだこれも、ね、なんか突然そのマイナス金利導入した時は単プラス上がらないように上げる時は上がるなということになったら話は別ですけど。はい まあそうじゃなければ、まあ、一般的な生活をされている方には、そんなにあ、例えば中小企業の経営者の方が運転資金を、ねはいはい、短期の資金で借りてますみたいな、はい、まあそういった人には影響が限定的かもしれないですけど、うん、例えば一方で、えー、今年からやっぱり一つの大きなあの変化としては、はい、まあ新 n 新 s a が始まってるじゃないですか、伝え聞くところによると、結構この年始でも、ですねそのに新 n i のあの枠の拡充分で、相当あのお金が、マネーが、投資が入ったらしいんですよ。はい ってことからすると、まあ、先ほども言いました通りとはいえさすがにマイナス金利解除すれば、まあ、結構、円高、株安が進むと思うんで、うん、まあそこで短期的にこの年明けのタイミングで新民ひざ突っ込んでそういった人たちの含み損が出る可能性は <laughs> 出る可能性あるかもしれませんけど、あ<ー>まあその程度かなっていう感じです。 はい、でもマイナス金利、まあ、4月なりどこかで解除するっていうのはだいぶコンセンサスになってきてますよね、多くの人が言ってますだからあれですよね、今、もうマーケットの注目は、もうマイナス金利解除はもう織り込み済みで、はい、その後の追加利益があるかどうか、はい、まあこれじゃないですかねまあそういう意味では、年前半にマイナス金利解除あっても、まあ、多少、円高株安になるかもしれないですけど、はい、そんなに深刻なリアクションは気にしなくてもいいんですか、ねはいうん、だと思います、あのーね。よっぽどアメリカがそのリセッショなならない限りは、はい ランディングで言ってくれれば、はい、まあとで株価の見通しも聞かれるのかもしれませんけどあいいまあ私はねちょっと前半中はやや調整入るかもしれませんけど後半は、はい、あの少し上がっていってえ一応あの去年の年末の水準よりはあの高いところに行く、まあ今日も、ね、結構株上がってますけど、うん、まだ上値の余地はあると思っているので。 まあさすがにね、巷で言われている4万円超えとかそのバブル崩壊の最高値更新、崩壊前の最高値更新するかというとそこはちょっとどうかなって気はしますけど。証券会社の経営陣とかめちゃくちゃ明るい見通し出しまくってますよね。そうですね。ちょっと私はあのバイサイドの会社ので慎重目にっいう感じですかね。なるほどなるほど。でもあの時間的に前半ぐらいの時間になってきたんですけど高橋さんなんかいやちょっとあの今すごい不安になってきちゃいましてあの私自分の目先のことしかちょっと興味ないのあれなんですけど。 今の話聞いてると、あれですか、その、僕、か、確定拠出年金。で<う>、投資先の割合決めないといけない表があったんで。はい、後藤さん、鵜呑みにして、八割ぐらい米国系にしちゃったんですけど、今の話聞いて、ちょっとやばいってことですか。で<あ>全然いい、全然いいです、え、だって、確定拠出年金ってあるですよね。もう、ドルドルコスト平均で。毎月買っていくるんですよね。違うんですか。いや、ちょっと、わかんないから、適当に、米国と書いてある。米国株とオルカンみたいのに、こう。チェックして、八割ぐらいにしちゃったんですよね。あ。 まだ書類提出してないんでまだ今なら消せるかもしれないですけど。あ,あ全然大丈夫です。あだって確定給出年金ってことは六十なんだっけ下ろせないですよね。そうそうです。ですあ,あ全然大丈夫です。大丈夫ですか？はい。もうオルカンでも SP 五百インデックスでも長い目で考えたら。大丈夫ですか？なんか今こう円高になるっていうのを聞いてすごい不安になってきたんですけど。ええー、全然大丈夫です。大丈夫ですか？そんな強烈な円高になるリスクはそ高くは見てらっしゃらないですよね。あ,あ見てないです。はい、あの完全に私はもう為替のレンジがアベノミクス前後で変わってると思っていて。 あのまあ具体的に言うとアベノミクス以前は私は日本の為替のレンジって為替介入の水準感からしても80から130というのが一つのレンジだったと思っていますうん、うん、それがアベノミクス以降は100から150に変わっていると思いますでなぜかというとあのアメリカと日本のマネーの供給量の違いマネタリーベース、うん、例えばあの一番円高が進んだのって東日本大震災の後で、はい、あの時自撮り76円台ぐらいまでしたっ行ったんですけどで円売り介入とかしたんですけど あの時ってあの欧米はリーマン・ショックの後に量的緩和でマネー増やしてる一方で日銀はやらなかったんで、うん、あの時って実はあの、えー、と円とドルの供給量って1ドル100円換算でいうとリーマン・ショックででですよねリーマンショック欧米が量的緩和をわーって増やして日本やらなかったんで一番差がある時って東日本大震災の頃とかって円の供給量に対してドルの供給量2.5倍ぐらいあったんですよね。<ー>だからあんなに 円高が済んじゃったわけですけど、今足元で見るとむしろあのドルよりも円の供給量1.2倍ぐらい多くなっちゃってるんで、でこの構造はもう多分変わんないんで、となるとそうですね。だからそんな昔のようなはい円高にはなりにくいと思います。はい。で確定拠出年金は大丈夫。はい。ちょその調理やってはい。もう送っちゃいますよ今日。え？送っちゃいますよ今日。いやで私だったらそうします。確定拠出年金ってあれですよ。だからえだから個人だとイデコで企業だと 企業の確定個人型でしたなんかイ,イデコイデってことですね。多分イデコなんじゃないですか、ね。僕も、はい、来た書類をそのままこうチェックしてるだけだ、ねイ。イデコイデコでだからイデコってことは多分毎月もうイデコいいですよ。えー、私ね巷ではねよくその今ね新ニーサだかってわーって騒がれてるじゃないですか。私はあのそう確定給付年金こと先にやった方がいいと思いますね。だって所得控除できるじゃないですか。はい。もうそれだけでね何ていうのあの、うん、もうプラスになるというか。で本当にこうリスクもう どうしてもリスク回避、絶対リスクが取りたくないという人であれば、確定給出年金だったら、確か提供金も買えますよね。提供金もあります。そう、だから、それこそ、あの、提供金だって、別にその分所得控除されるわけだから、すぐに下ろせないだけで。所得控除は本当に、ゼロリスクで確実にリターンがあります。そう,そ,うそ,うそう、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 だから、それをまず先にやるべきだと思いますけどね。で、その後に積み立てにさ、さらによる余裕がある人は、その、いわゆ成長、なんでしたっけ、成長枠でしたっけ。成,成長あります、ね。うん 結構ハイ,ハイリスク系のの割り振り振にしたのでちょっと怖いそうですいやまあそんなにリスク高くないですしでもオルカンだったら全然リスク上がらないと思う<の>夫ですかイデコとかあの i s a の積,積み立て型で買えるものはそもそもものすごいリスクのあるものは入っていないので、うん、そんなに心配しなくてもいいと思いますし、うん、あとねあれです,あ,れですあの外貨を多めにしておいた方がいいよって思うのは私もえー、とイデコは100%あの外国株なんですけれどもあ<ー>あの今後 まあその人の、ね、ライフステージにもよりますけど今後ま、まだ仕事で稼いでいくわけじゃないですか、うん、で基本、稼ぐお金って円なんじゃないですかもちろん海外で活躍してドルを稼げる人がいたら別ですけど、はい、あの働いていられるものが円なのでってなるともう手元で持っている資産はなるべく外貨にしておいたほうが、ね、分散的にいいと思うんですよね。はい、ありがとうございます <laughs> <laughs> あのそれが例えばあのアセットマネジメントの何々ファンドみたいに働いて稼ぐお金がなくて、うん、今あるものだけで前提で考えなきゃいけないってなるともうちょっとあの国内の割合増やしておいた方がいいのかもしれないですけど高橋さんこれからがんがん稼いでいく予定なんでしょう一一応予定ととしては全全全部 <laughs> 全部外貨ででいいいいますすんあもう一個聞きたいんですけど今2月に 家の大気を迫られる予定でして、何かしちゃったんですか？えちょっとあの更新し忘れました。<laughs> え更新し忘れたんですか？そうです今探してるんですけど、家賃がめちゃくちゃ高くて不動産買うにしてももう本当になんか20、15年前の倍ぐらいになっちゃってまして、価格、うん、高い、ね都。都内で探すと、<ー>これはどうどうなんでしょう不動産価格どうなのかでもちょっと長間さんのお考えで聞きたいを聞ですよね。いろんな人のちょっと今知恵<ー>を拝借していんですけど、はい、えっ、ー、といやま場所によると思うんですけど、中央区です。 中央ですよ、ね、い新,新しくするものも中なちょっとあの子供のやっの友達とかがこう<ー>いなくなるとちょっとかわいそうじゃないですか保育園からやっぱ小学校って行かせてあげたいじゃないですか、はい、じゃあざ,ざっくり言うと買うか借りるかだとどっちですかねその状況だとちなみに高橋さんあんまりあの貯金ないんだよね <laughs> 貯金はないです貯金は頭にあんまなくてですねただこの 3LDK でほんと職場が近くなるとちょっと子供と会える時間が少なくなるので、えー、中国で探してたら 3LDK が本当五50万とかするんですよ 借りな築50年とかでいけるんですけどあ<ー>結構さびた水出そうだなみたいなそんなとこしか住めないんだって私なら買う買うえっ1億とかしてんですか、うん、えだってそれこそ賃貸で借りてたらその分でそのまま捨てるようなもんですよねでもあのローンで返済していけばそれって自分のアセットも買っていくでもね炎上系ユーチューバーって言われてるんでか金借りれないですよね炎上系ユーチューバーじゃないっていうの <laughs> <laughs> あと いやだから10年前ぐらいこ不動産1回下がる、下がるって言われてるからずっと待ってるんですよ、もう10年、ずっと上がり続けてますねたな <laughs> あそうでい、ねはい。下がらないうんこれね、実は私もあの結構、仕事柄あの、まあ、某大手の不動産系のところの,あのいろんな、なんだろうな、定期の,なんかあのオンラインセミナーとかやったりとかしていて、そこでいろいろ話を聞くんですけど、やっぱり相当、やっぱりいまだに高い、高いといっても、海外に比べたら、全然、めちゃめちゃまだ安いらしいんですよね、うん、日本の不動産って。 で今特にやっぱりあの買いが増えてるのが中国人が要は中国が不動産バブルで中国でも儲かる不動産儲からなくなっちゃってるからもうかなり日本にお金が流れてきてるらしくてでうんそうですねそういうことを考えるとまあもちろんね場所とかだか例えば駅地下とかいろいろなんかあると思うんですけどあのだからその辺のある程度考えればだから私は例えば地方の戸建てとかはどうかなと思いますけど。 都心部でまだ値上がりが期待できるようなものであれば投資の意味を考えてそれはそ中国マネーとかがくるようなもう分かりやすい超ラグジュアリーマンションとかではなくて高橋さんがイメージしているような家とかでもやっぱり値上がり圧力は、はいはい、都心部は強いんですか、うん、あとはいざとなったら、ね、か貸せばいいわけですもんねまあそうですけどね、ロボットが、ね、ちょっと無理なぐらい高くなっちゃってて。<laughs> あ、まあまあ、そうなんですよね。でも買いですか、どっちかって買いですか。うん、私なら買いますけどね。それとない全般にやることです。あ、全般ではないと思いますけど。中央区はだって、すごいめちゃめちゃ危ない。あ、そっか。中央区は引っ越そうかな、やっぱり。なるほど、あ、でも、だいたい肌感は分かりました。はい、ありがとうございます。暗い気持ちになったんで、はい、戻してあげたいです。じゃ、ちょっとマーケットの話もさせていただいて、よろしいでしょうか。あの。 まあ今ね株価、現状ですけど、はい、このまま一本勝負はいかないと思っていて、年末の株価は、アメリカの大統領選の結果で結構左右されるんじゃないですか、バイデンかトランプかの区分けだけじゃなくて、議会がねじれるかねじれないかで全然変わってくると思うこんでの年、来年注目は伸びる産業とか、そこら辺はちょっと聞いてみたいなといあ伸びる産ま人手不足の対応で、結構成功事例が出てるのが。 死のほど儲かってましたけど <laughs> えど、ー、リハックではですね、えー、サブスクのまったりリハックという、えー、サイトもやっております、えー、こちらはですね舞台、えー、とか、えー、リハックスとか経済の森の、えー、楽屋トークとかアフタートークみたいなものも、えー、たまにちょこちょこ配信したりしてますなんか本編だけで何かちょこっとしたちょこっとしたちょこっとした話を、えー、してたり、うん、意外にそこが面白かったり あと生配信とかって、ね、たまにやったりしてますんで、えー、皆さんともライブに会えたりしながらお話をさせていただくんですけ私非常に楽しみにしていただいております本当に、えー、まあ、全然登録した方も大丈夫ですしちらっと登録した方は、ね、登録してみてください、えー、ぜひぜひよろしくお願いします <music>